ベイベークラブの全国ツアー AK2C エンターテイメントツアー2021大芸術祭が昨日9月19日に千葉森のホール21公演にてスタートした。ベイベークラブの全国ツアーは2019年1月から4月に行われた AK2C エンターテイメントツアー2019おかわり以来約2年半ぶり。ベイベイは昨年10月よりデビュー35周年を記念したツアーの開催を予定していたものの、新型コロナウイルスの感染拡大により延期し、ツアータイトルを改め約1年を経て初日を迎えた。今回のツアーは感染拡大防止策のため全席着席指定にて開催。また観客は歓声や合唱も制限されるなど、通常とは異なるルールを設けて行われたが、会場に集まったファンは着席したままメンバーと同じ振り付けを踊って楽しみ、熱演に大きな拍手でいられた。ライブでは今年1月にリリースされたシングル愛を込めてや2月に行われた聖配信ライブで初披露された新曲文化女子といった新曲から初期の楽曲まで、幅広い時代からセレクトしたセットリストを展開。さらに未発表の新曲や、近年のライブでは披露されていないレアなナンバーもパフォーマンスし、ファンを翻弄した。ベイベイらしい人を食った演出やカールスモーキー EC、ボーカル MC、を中心とした寸劇も健在。また着席限定ライブならではの、座ったままでもステージ上との一体感を楽しめる演出も繰り広げられた。終盤、石井は歓声や爆笑をこらえつつ最後まで楽しんだオーディエンスに、大変なところ、来てくれてありがとうございます。こういうご時世なので念には念を入れてやっていきたいと思いますと感謝の気持ちを述べ、11月までぶっ飛ばしていきます。とツアーの感想を誓った。大芸術祭は11月27日と28日の東京ガーデンシアター公演まで全国14会場、18公演が行われる。各公演のチケット詳細はオフィシャルサイトにて確認を。